はい、皆さんこんにちは。 UFC によってね、暗黒面に落とされた男を突入です。いやね、ダンスなんていうね、まあ子供じみたことをやったのもう超久しぶりですね。子供じみたって言ったら失礼ですけど、あのね、今年のね、あのゾンビでダンスはですね、あのアドさんがね作ったね、ショーっていう曲に合わせてまあ踊るんですけど、この振り付けがね、アドさんも言ってましたけど、もうめちゃめちゃね難しいんですよね。なんか一見簡単に見えるんですけど、なんかめっちゃ難しくって、なんかめちゃめちゃ今来るんですよね。さっきのダンスもめちゃめちゃね取り直ししました。まあちょっとそんなのどうでもいいんですけど、はい、でね、今ね、USJ に来てるんですけど、今回はね何しに来たかっていうこと、今日はね、もうつまりね、ホラーナイトを体験しに来ました。今年のねホラーメイズはまあ4つあるんですけど、1つはね、バイオハザード、あとユニバーサルモンスターズですね。この2つはね、前回の買い回しです。ただね、全く同じっていうわけでもないみたいです。ちょっと進化してるみたいですね。そこもねちょっと楽しみなんですけど、で3つ目がね、これがね今回の目玉なんですけど、3つ目の目玉がチャイルドプレイですね。あ、チャッキーですね。チャッキーのホラーメイクがね一新しました。はい、あのね、なんかね、昨年ね、チャイルドプレイ、チャッキーね、昨年ので最後っていう話をね、多分しかしてたと思うんですけど、あれは嘘だ。はい、あ、正確にはね、嘘っていうか、チャッキーのね、ホラーメイズね、あの、病院のやつですね、なんかずっと使い回してたんですけど、あれが最後っていうことでね、まあ、今回からね、ちょっと新しいな、病院の場所です。なんか、3D 眼鏡をかけるらしいですね。全く新しいやつになってるらしいです。これもめちゃめちゃ楽しいですね。はい、で、4つ目がね、ステーズファンタジーザライドをね、あの女を流用したサタコの、まあ、ジェットコースターになるんですけど、これがね、ちょっと開催日が1個だけずれてて、まだ開催してないんですよね。なので、今回はサタコを除いた、3つものね、フラーメスと、あとね、ストリートゾンビ、中華地上から広がるストリートゾンビを、ちょっとね、レポートしていこうと思います。それでは、ね、早速ね、行ってみよう。そんなわけで、とりあえずホラーメイズから攻めていきたいと思います。まず最初にやってきたのは、もう親の顔より見たような気がするバイオハザードです。2013年から続くこのシリーズですが、今年もやってきました。内容をざっくり言うと、舞台はゲームのバイオハザード RE2 そのまま。ルートが2種類あり、レオン編とクレア編があります。整理券対応になっており、体験終了まで次の整理券は取れないのがネックです。例えば、先にレオン編の整理券をゲットした場合、レオン編の体験終了後までクレア編の整理券は取れません。この構造から、例えば自分が最初にゲットした整理券がもしも遅い時間のスタートなら、体験後に次の整理券をゲットできる可能性は低くなります。1日のうちにどちらも体験したいという方は、1つ目の整理券を早めにゲットしましょう。で、個人的な評価はこんな感じ。このアトラクションは、12歳以下かつ小学生以下の方は体験できないという利用制限がありますが、グロテスクな要素は目立ってあまりありません。また、ゾンビがいきなり登場するような、びっくり要素もあまりないので、割と怖がらずにサクサク進めます。他のホラーメイズを体験する前の慣らしにはぴったりかもしれませんね。個人的に悪い点を強いてあげるなら、さすがに内容がずっと同じなので、マンネリ化がしてる気はします。もちろん、これは前回も体験してる場合なので、今回初参加の人は気にならないと思います。一応、今回から新キャラが登場したり、ゲームのランクが書かれた紙切れがもらえるなどの進化もあります。ただ思い返せば遡ること2013年。初めて USJ にバイオハザードが導入された頃は、体験者10万人目でやっとクリアした人が現れるという超激ムズなアトラクションでしたが、今は割とすんなりクリアできてしまいます。このホラーメイズにゲーム性を求めるかは人それぞれでしょうけど、比較的簡単にクリアできるので、今年から導入されたこのランクが書かれたカードの価値もかなり低いかなーって気はします。体験終了後は適当に財布の中にしまって、忘れた頃にレシートとともにぐちゃぐちゃになってるのが関の山でしょう。続いてやってきたのは、昨年から登場してるユニバーサルモンスターズレジェンドオブフィアーです。はい、じゃあね、こちらがね、ユニバーサルモンスターレジェンドオブフィアーですね。これはね、アメリカのユニバーサルスタジオにもあるね、ホラーメイズですね。まあ、内容はね、去年とはちょっと違うんですね。まあ、ちょっと気になりますけど、で去年はね、後ろにね、ちょっとでっかいゲートみたいなのがあったと思うんですけど、なんか今年それなくなってますね。ちょっとスケールダウンしてますね。早速行ってみます。米国のユニバとお揃いのやつですね。内容としましては、ユニバーサルスタジオの往年の映画に登場したモンスターたちが登場するという、とどのつまりユニモンのホラーバージョンです。あ、ビートルチュースはいませんよ。彼はワーナーブラザーズのキャラクターですので。個人的な評価はこんな感じ。こちらのアトラクションは、12歳以下かつ小学生以下の体験はできません。
グロテスクな要素はそこまで過激ではないものの、ちょっとあります。そして敵が突然襲ってくるびっくり要素が豊富です。良かった点としては、セットのクオリティが高いことと、狼男、フランケンシュタイン、ドラキュラといったいろんなキャラクターが登場しますので、いろいろな世界観を楽しむことができるという点です。悪かった点を強いてあげるなら、内容は昨年度と大して変化はないものの、前回はあったゲストが持つライトがなくなっていたりと、5ミリくらいスケールダウンをしてる点ですかね。でも他の内容はほとんど昨年と変わらないので、クオリティは高いと思います。逆に昨年のが大して楽しめなかったという人は今年も楽しめないでしょう。特別進化してるようなこともありませんでした。3つ目にやってきたのは、今年初登場のチャッキーズカーニバルオブカオス、チャッキーの紡られた祭典です。 R10 の指定の完全新作、新しいということもあって今年一番のおすすめはこれです。内容をざっくり説明すると、チャッキーの主催する紡られたサーカスにゲストが迷い込むというもの。 3D メガネをかけて進みます。ただ 3D メガネをかけるといっても、例えば飛び出す 3D 映画などを見るわけではなく、蛍光塗料で主に塗装されたセットの中を進むという内容になっています。蛍光塗料を 3D メガネ越しに覗くと、あんな不思議な視覚効果が得られるのですね。驚きです。個人的な評価はこんな感じ。良かった点としましては、まず新感覚の視覚効果。蛍光塗料で塗られたセットを 3D メガネで見ると、歪んだ時空のような体験ができ、インフルエンザの時に見る夢のようなピンボケ世界を楽しむことができました。この新鮮な視覚効果は魅力的でした。そしてグロテスクな表面ですが、チャッキーのホラーメイスはグロテスクな要素が多く、バラバラ死体などが登場し、ホラー好きには満足のいく内容であることがわかります。敵が突然襲ってくるびっくり要素が豊富で、ホラーメイスの緊張感を高めています。悪かった点を強いてあげるなら、まず 3D メガネをかけることで逆にセットの細部も見づらくなるとの意見もありました。ただ今回はピンボケの世界こそが醍醐味となっていますので、ここは悪い点とは思いませんでした。合わなければメガネ外せばいいだけですしね。あと注意してほしいのは、ピンボケ世界ということもあって酔いやすいという点が挙げられます。一部の人は酔いやすい可能性があるため、 3D メガネをかける際には注意が必要です。マーライオンになってからでは手遅れですんで。そして次は貞子のダークホラーライドに行きたいわけですが、こちらはまだ営業してませんでした。こちらは遅れて9月24日からスタートです。 USJ 情報局 LCA Studios USJ Kanji 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 I don't know LCA Studios。 さて時刻は17時40分。あたりがだんだん暗くなってきて、ゾンビが出てきそうなムードです。はい、今ね17時40分になりました。あたりもねだんだんとね暗くなってきて、っていうほど暗くもないんですけど、まあ暗くなってきて、そろそろねゾンビ、ストリートゾンビが出てくる時間に、ね、なりました。今日ね今回ねちょっと検証したいことがあります。このねハニクマのねコーデ、ハニクマコーデをしてるとね、まああるねちょっとしたね変化っていうか、ちょっとしたね追体験みたいなのができるらしいんで、それが何なのかっていうのをねちょっと確かめたいと思います。18時になり、ストリートゾンビたちがパークに放たれました。なんだか逃走中のハンターみたいですね。今年は筋肉もりもり、マッチョマンの展開など、いろいろ新しいキャラクターも多いです。そしてパークをしばらく散策してると、あることに気づきます。なんとゾンビたちがアークシに恐れをなして頭を下げるのです。いや、アークシも随分と偉くなったものですね。えへん。次から次へとゾンビたちが頭を下げていきます。ただ頭を下げないゾンビも中にはいますが、一番この態度が顕著に現れるのはハリウッドエリアにいるチェーンソーゾンビたち。かなりみんな頭を下げてくれます。実はこれ別にアーシが偉くなったわけではなく、ハミクマコーデのおかげなんですね。一応今回のストリートゾンビたちはみんなハミクマの手下という設定のようで、ボスであるハミクマのコーデをしていると綺麗な態度は取れないというわけです。生まれたからには死ぬ気で生きるなんて、体は抜け殻になっても魂は永遠に存在します。はい、じゃあね、ホラーナイト2023楽しんできました。個人的なね今年のホラーナイトの総評なんですけど、得点で言うとそうですね、星 3.5 っていう感じですかね。まあこれはねちょっと私個人のね好みっていうのが結構大きいところではあるんですけど、まずねホラーネイズはねまあまあ良かったかなっていうのは思います。チャッキーはね結構面白かったし、他のホラーメイズも、まあ、使い回しなんですけど、一応ね一つ一つのクオリティはね高いんで、
今日ね初めて体験したっていう体でいくと、まあ、どれもねクオリティが高くて面白かったなっていう風になったんで、ホラーメイズはねかなりの大満足っていう感じですかね。あの、まあ、今年初めて来たっていう体で言うと大満足っていう感じですかね。ただね、まあこれはね本当に完全にね私個人の好みだし、感じ方はちょっと人それぞれだと思うんですけど、ちょっとねあのハミクマのねノリがねちょっとだけね今年はあんまり馬が合わなかったっていうか、あのなんだろう、まあハミクマ自体は可愛いんですけど、なんていうかな、ハミクマのネタいつまでやるんだろうっていうのはね正直ちょっとしましたね。あのねハミクマ自体は可愛いし、可愛いからこういうねグッズも買ったんですけど、私ね好きでもないグッズはね買わないタイプなんで、グッズ買ったっていうことはまあちゃんと好きっていうことなんですけど、だからハミクマはね可愛いと思うし好きなんですけど、まだこのハミクマのシリーズって続くんかなみたいな。今年のハミクマのねノリがねなんとなく個人的にはねあんまり馬が合わなかったっていうか、今年のハミクマのネタってもうねなんていうのかな、ものすごい哲学じみた完全な内輪ネタみたいな感じなんですよね。去年一昨年のハミクマがね誕生してからのねホラーナイトを楽しんでる人たちだけがなんかその身内の中でだけ楽しめるようになんか作ってるっていう感じっていうか、あとねなんか生と死の何かみたいな、そういう哲学じみたいなテーマみたいなもうなんか突っ込まれて、なんかちょっと個人的には今年のね、まあ、そういうのにはねあんまり好きじゃなかったですね。ただこれね完全にね好みだと思います。はい、これは本当に完全に好みだと思います。私はそう感じたっていうだけですね。なんかねそろそろね昔のねホラーナイトみたいな、なんていうかな、ゾンビウイルスが蜂にばらまかれて蜂中が大パニックになってるみたいな、そういうねなんていうのかな、アメリカの映画はねパニック映画あるあるみたいな単純明快なストーリーがねそろそろねちょっと戻ってこ来てほしいなっていうのはねちょっとこんな思うんですけど、はい、てなわけでね今回の動画はここまでです。もしね今回の動画ねいいなって思ったらね、ぜひねチャンネル登録とね高評価、あとコメントねよろしくお願いします。それじゃあまたね次回のね動画にご期待ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。